どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。もうね、なんかライトニング打っちゃってますけれども、早速喋り始めていきたいと思います。今回はライトニングドラゴンラッシュというのをですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。今回は真面目に解説ということでよろしくお願いいたします。はい、今回ですね、対空砲を1本確実に破壊することができるドラゴンライトニングっていうのが非常に流行っております。この戦術昔からあるんですけれども、やはりタウンホール8でね、こうエアスイーパーとかが導入されましたけれども、依然として強いドラゴンラッシュ、タウンホール8においてですね、まず対空砲1本確実に破壊して、対空砲と平行になるようにドラゴンを出しております。対空砲2本と平行にですね。そして、私のツイッターやコメント欄でも結構いただくんですけれども、ドラゴンを点で出した方がいいのか、列線で出した方がいいのかっていうのをよく受けるんですね。その質問に対してですね、ドラゴンは列で出すようにしてください。ドラゴンを列で出すことによって、ドラゴン1体1体お互いがですね、サイドカットをし合うっていうんですか、こう線でね、こう列でこう前線を推し進めていくことができるので、ドラゴンというのは確実に列で出した方がいいと思います。そしてですね、やっぱりライトニングドラゴンラッシュで気をつける点っていうのは、やはりその列で出すってあったり、対空砲2本に平行にドラゴンを出す、そしてしっかりと、まあもう当たり前ですけれども、ライトニングの呪文を外さないということがまず重要ですね。そして援軍がですね、まあ、タウンホール8の場合ですと、相手の援軍に枠20が入っているので、まあ、ウィザードであったりアーチャーであったりとか、あとはドラゴンが入っていることっていうのが非常に多いんですけれども、それに関してはですね、ドラゴンラッシュであれば基本大丈夫です。そして援軍と言いますか、今回呪文がですね、まあ、ライトニング3発ということで、他に呪文がないんですよね、レイジとか。それちょっと心配してしまう方いらっしゃると思うんですけれども、そちらはですね大丈夫です。対空砲1本破壊してあれば基本的にドラゴンラッシュならいけちゃうんですね。まあ、ということで今回こんな感じで、もうねドラゴンがもう少ないように見えるんですけども、もうまあね、やはりドラゴンラッシュで脅威となるのは対空砲であったりアーチャータワーのみなので、しかもアーチャータワーもそこまで脅威にならないぐらいのドラゴンの耐久率があるので、これ強いですよ。ということで、ぜひとも皆さんですね、このドラゴンラッシュ、皆さんやってみてください。まあ、タウンホール8の皆さんね、こんな戦術見てみたいとか、こんな戦術もっと解説してほしいとかいうのがありましたら、ちょっと私もタウンホール8わからないので、ぜひともコメントください。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。